ここのチャットで話題になった都市伝説がどんどん現実になってるみたい。まあでも現実になってるっていうのも結局は噂に過ぎないじゃないですか。自分の目で見てみないと本当のところはわからないですよね。でもすごいよね。ただの噂がこれだけ話題になってみんな本当だと信じて混乱しちゃうんだよ。まあそうですよね。そういった都市伝説が昔は本当に社会問題になったって例もありますから。こういう都市伝説を広めて意図的に私たちを混乱させてる人がいたりして。あ、それって暗躍するフィクサーのことでしょ。あ、ナナシボーイさん知ってる？どこかで聞いた気がするなとは思ったんだけど。ただその噂を誰から聞いたのか、どこかで見かけたのか、全く思い出せなくて。カンナさんから教えてもらったとかじゃないの？いや、違うと思いますよ。サテンドレスさんは誰から聞いたんですか？それが私も覚えてなくって。なんで思い出せないんだろう。そうなんですよね、思い出せないんですよね。誰だったかな。おい、話が違うだろ。あんたが簡単だって言うから俺たちは乗ったんだ。確かに儀式は簡単だったよ、それは間違いない。問題は全く使えないってことだ。心外だな。俺が言った通りちゃんと強い力を呼び出せたじゃないか。ふざけんな、その力が使えねえんだよ。普通は力っつったら武器とか新しい魔術とかそういうもんを思い浮かべるだろうが。だけど呼び出した力のほとんどが意志を持っていて自由に制御できるものじゃないって何なんだよ。あんな化け物俺たちにどうしろって言うんだ。おい、どう落とし前つけるつもりなんだよ。知ったことじゃないね。は？何を勘違いしてるのか知らないけど、俺はただの情報屋だよ。君たちが欲しがった情報をちゃんと渡してあげた。感謝されこそすれ、責められる筋合いはない。こいつ、むしろもっと対価が欲しいぐらいさ。まあでも人からの情報に対して自分の都合のいい解釈をして大した自己研鑽もしないまま他人の力を使う。君たちのその短絡的自己都合的な思考は全く愚かで、持て余す力に踊らされる様は実に面白かったよ。くっ、好き勝手言いやがって。ああ、いいね、すごくいいよ。正論を言われて逆恨みするなんて我が身可愛さで実に人間らしいじゃないか。でもそんな無能で利己的な者たちですら愛すべき人間だよ。俺は人間を愛してるんだ。貴様、これ以上俺たちをどうしようってんだ。いや、もう十分に楽しませてもらったよ。君たちのことはもう飽きた。儀式の道具は君たちに渡しておくよ。好きに使ってくれていいから。ああ、でも不死身のバーテンダーだけはなんとか殺してほしいな。無理だと思うけど。くそ、逃げられたか。ここに折原伊佐也さんがいましたよね。なんだお前は。あ、こいつ儀式で呼び出した力の一つだぜ。確か自我を持った日本刀。そうか、こいつも力の一つか。だが日本刀ってどういうことだ、どこにある。やはり仲間のようですね。折原伊佐也さんは今度は何を企んでいるのでしょうか。別に私はあなたたちと人間を取り合うつもりはありませんし、何もせずおとなしくしていてくれるなら私はそれでいいんです。ですが私たちを利用して町を壊そうとしたり、私の友達の平穏を壊したりしようとしているなら、ただでは起きませんから。この女、さっきから何を言ってやがる。もう一度お聞きします。折原伊佐也さんはどこへ行きましたか。うるせえ、ほら早くこいつを取り押さえろ。教えてくれないのならそれでも構いません。彩花で切ればわかりますから。
サイカはあなたたちでも愛してくれます、私の代わりに。なんだ、剣筋が全く見えない。やっぱり化け物じゃねえか。こんなやつどうやったら勝てるんだよ。逃がしませんよ。くそ、計画が完全に失敗じゃねえか。とりあえずあなたたちが何を企んでいたのかは分かりました。折原伊佐也さんの後を追わないと。ねえねえ、知ってる？鎧騎士の話。鎧騎士ってカーナさんが言ってた学園都市にタイムスリップした西洋騎士団？その可能性はあるかなって。だってこの町に鎧騎士なんてありえないでしょ。それでその鎧騎士はどうなったんですか？それがまたすごいんじゃよ。日本刀を持ったジーンズ姿の長身女性が鎧騎士と戦ってたらしいよ。日本刀を持った長身女性ですか？それってカンラさんが言ってた自我を持つ日本刀。その長身女性が持っていた日本刀が自我を持つ日本刀なんですか？いや、そうだったらすごいなと。なんだ、それがそうかはわからないんですね。でもここで噂してるし、どっかで本当になってそう。私的にはその日本刀の持ち主が女子高生とかでも面白そうって言ってたんだけどね。確かに自我を持つ日本刀を操る女子高生なんか映えますよね。現実にならないかな。ここは池袋じゃない。私どこにいるんだろう。確か学校帰りだったはずなのに、一緒に帰ってた龍ヶ峰くんたちもいないし、どうしたらいいんだろう。そこのローブのやつ止まれ。逃げ切れると思ったら大間違いだ。くそ、しつこいやつだな。待て、そこの女。捕まえたぜ。お前は人質だ、暴れんじゃねえぞ。ああ、そういうことしちゃうのか。面倒だにゃ。うるせえ。この女の命が惜しければ俺をおとなしく逃がせ。あははは、すごいぜよ。モブ悪役の見事なテンプレセリフだにゃ。あの、私は何をすればいいのでしょうか。ああ、ごめんごめん、そのまま何にもしなくていいぜ。すぐに終わるから動かずに待ってるにゃ。なめるな、早く道を開けろ。よっと。ああ、しまった、手元が狂ったぜよ。ちょっと当たった場所が悪いな。こりゃ早く手当てしないと。ああ、ちょっと待っててほしいにゃ。今なんとかするぜよ。って言ってもどうにかなるものなのかこれ。とにかく医者だにゃ。尋問前に死なれたらさすがにまずいぜよ。あれ？ねえ、そこの君、ひょっとして僕の力が必要かな？あ？あんた、ひょっとして医者か？ああ、そうさ。その人を助けたいんだろ。開口遭遇、これもまた何かの縁さ。僕に任せてよ。おほほほ、ちょうどいいところに来たぜよ。この男を少し治療してくれないかにゃ。どれどれ？これ結構ギリギリのところに当たってるよ。まさに危機一髪、殺しちゃうところだったね。いやはや、お恥ずかしいぜよ。いつもはちゃんと急所を外して殺さないようにしてるんだけどにゃ。ちょっと運ぶのを手伝ってくれるかな。
さすがにここじゃ目立つしね。そこの先に建設中のビルがあったな。あそこなら人目につかない。じゃあそこに寝かせてよ。治療しちゃうから。あれ、そういえば女の子は？てっきりついてきてると思ったんだが。僕は見なかったよ。他に女の子がいたのかい？そっか、多分帰ったんだろう。まあ怪我がなくて無事ならそれでいいさ。で、そいつは助かりそうか？ん？もう終わったけど。はいや、あんた相当な腕前の闇医者だな。こんな凄腕で初めて見たぞ。どうして僕が闇医者ってわかったんだい？撃たれた瀕死の男を見て冷静に対応できるなんて普通の医者じゃない。銃痕に慣れてる証拠だ。そんな医者は闇医者以外いないぜよ。へえ、すごい洞察力だね。ここまで医者として優秀だとモテモテじゃないのかにゃ。いや、僕にはセルティって運命の相手がいるからね。彼女は人ではなく妖精で、僕にとっては女神なんだよ。え？妖精？妖精のように可愛いってことかにゃ。そうそう、妖精のように可愛いじゃなくて本当に妖精なんだ。その最高に可愛くて一緒に住んでる僕の彼女、セルティの帰りが遅くてね、心配だから探してるんだけど見つからなくて。どこかで見なかったかな。黒いライダースーツを着て黒いバイクに乗ってて、猫耳みたいなちょっと変わったデザインのヘルメットをかぶってるからすぐにわかると思うんだけど。妖精と一緒に住んでるって、天才的なやつってどこか変わってるのかにゃ。なんだ、爆発音。あれはステイルの。あそこで戦っているのは香りの仲間なのか。ええ、あの炎は間違いありません。土地勘ある知人にご紹介したかったのですが、すみません、私は仲間の応援に向かいます。ああ、ま、待ってくれ。ダメだ、行ってしまったか。さて、これからどうしようか。香りの後を追って火星に行くか。いや、静雄のことも心配だ。あまり放っておけない。そろそろ合流しようか。ん？自動販売機が宙に舞って。いや、あれは爆発のせいじゃない、静雄だ。間違いなくあそこに静雄もいる。あそこへ行くしか選択肢がなくなったな。香里、私もすぐに行くぞ。イノケンティウスにもひるまないとは。本当に君は何者なんだ。うるせえな。それよりそのわけわからねえ巨人を早く引っ込めろ。さっきから熱いんだよ。殴っても自販機ぶつけてもキリがねえ。一体どんな仕掛けになってやがんだ。その言葉そっくりお返しさせてもらうよ。君の体はどうなってるんだ。まったく素性がわからないまま戦うのは気が引けるね。だけど昔は問答無用で殺していたかもしれないのに、これもあのツンツン頭の影響なのかな。何笑ってんだ、余裕そうじゃねえか。これは失礼したね。決して余裕というわけではないよ。むしろその逆で、どうやって相手をしていいものか慎重に思案しているところさ。ステイル。神崎、そちらは終わったようだね。こちらは見ての通りだよ。あんたもイザヤの仲間か。上等だ、まとめてぶっ殺す。な、標識を。うりゃなんて非常識な力なんですか。成人というわけでもなさそうなのに、これは一体。僕も驚いているよ。どうしたらいいと思う。相手の素性もわからないのでは切るわけにもいかないでしょう。私は都市空間で応戦してみます。かなり危険だと思うが無理はするなよ。
さっきから何こそこそ相談してやがんだ。いざやからの伝言か。ふざけやがって道を開けろ。いざやの野郎ぶっ殺す。車もですか。なんという怪力。車が飛んできます。ステイル避けて。出れイノケンティス。ダメです。ステイルガソリンに引火してしまいます。もう遅い。車が爆発するぞ。伏せろ。いいね。ムカつくやつらだが、力を我慢する必要がなくて俺は嬉しいよ。待ってくれシズオ。その人たちは敵じゃない。シェルティ。いいや、イザヤがこいつと仲良く話しているのを見た。こいつらはイザヤと絶対に通じてやがる。待ってくれないか。僕の話も聞いてほしい。あれは彼の罠だよ。僕をそのイザヤとかいう男の味方だと見せかけて君をけしかけたんだ。ステイルの言葉は本当です。私たちはそのような男のこと全く知りませんよ。シズオはまんまとはめられたんだ。とにかくその人たちは敵じゃないから落ち着いてくれ。だけどいきなり燃やされそうになったんだぞ。見ろ、服もこんなに焦げ焦げになっちまってよ。それはただの不幸な事故だ。この人たちが敵に放った攻撃にシズオは偶然巻き込まれたんだよ。人払いを張っていたし、まさか一般人が付近に紛れ込んでいるとは思わなかったんだ。これは油断した僕の落ち度だよ。すまなかった。君も怒りを収めてくれないか。わかったよ。セルティ、ありがとうございます。助かりました。止められてよかった。もし香織たちが本気だったら、さすがに私も割っては入れなかっただろう。心配をかけてしまって本当に申し訳ありません。ところで一つ聞きたいことがあるんですが。なんだ。あなたのバイクの上で伸びている男性ですが、ひょっとして。知り合いなのか。向こうの角で倒れていたよ。爆風に巻き込まれて気を失ったらしい。上条トーマ、あなたという人はなぜこうも不運に。まったく相変わらずだね。今回は完全に不慮の事故のようだが、ここまで来るともうある種の才能だよ。静雄も落ち着いたことだし、とりあえず状況を整理してみないか。そうしてくれるとありがたいよ。僕は未だに君たちが何者なのかわからないからね。改めて私はセルティ、そしてこっちが平和島静雄だ。私たちはいつの間にかこの町に入り込んでいたんだ。元の場所に帰る方法を探している。その口ぶりだと君たちは学園都市の人間ではないということかい。だいたい学園都市ってどこだ。池袋の周辺にこんな町があったら知ってるはずだぞ。私もこんな町は知らない。少なくとも都内にこんな場所はなかったはずだ。そう、知らないはずなんだが、ただなぜか既視感もあるような気もする。まるで神隠しにでもあって異世界に来てしまったんじゃないかって静雄と話をしていたんだ。漫画やアニメじゃあるまいし、俺はまだしっくりきてねえんだけどよ。確かにそれはありえますね。セルティの影は我々の理解を超えている。静雄の怪力も別世界の人間だからと言われた方がまだすんなり納得できるというものだね。でもどうしてそんなことになったのでしょう。別世界との空間が接続されてしまうなんて、よほどのことがない限りはありえないと思いますが。もしこの話が本当だとしてだ、
こんなわけわからねえことはどうせイザヤの仕業に決まってる。ああ、確かにイザヤならやりかねないな。待ってください。これほどのことをするにはそれなりの理由があるはずです。一体何が理由なのでしょうか。俺を殺すためだろ。君を？たった一人を殺すために空間接続までするというのか。イザヤならやるだろうよ。しかも面白半分にな。それに起こした騒ぎで人間観察も楽しめる。あいつにとっては一石二鳥みたいなもんだろう。君たちの世界にもなかなかとんでもない人間がいるようだね。民間人相手に炎の巨人を出す奴が言うセリフか。俺でなけりゃありゃ死んでたぞ。ピンピンしてる君のことも含めたつもりなんだけどね。これでも褒めてるつもりだよ。とんでもない人間か。まあいいさ、その通りだからな。大体の事情は分かりました。でも全ては憶測でしかありません。あなたたちがここに来てしまった原因を突き止めるためには、今回の件でその折原イザヤという人物が絡んでいる証拠があればいいのですが。私たちが帰るのを手伝ってくれるのか。すまない、感謝するよ。もちろんそれもありますが、空間接続という点で気になることがあります。僕たちが調べていたことも折原イザヤが関係している可能性があってね。イザヤに関係している可能性があること。二人は何を調べていたんだ。私たちはある集団を調べ、討伐を進めていました。その集団は噂話と夜をモチーフとした悪夢を媒介に魔術でよからぬことを企んでいたんです。そういえば折原イザヤが僕に不死身のバーテンダーと言っていたね。もしかしてそれが平和島静雄、君に関する噂話ということだろうか。とするとやはり折原イザヤがこの件に何らかの関わりがあると考えて良さそうですね。少なくとも魔術師集団と儀式の道具を抑えない限り、奴らの企みを阻止することはできません。ならそいつらのアジトに乗り込んでぶっ潰せばいいんだな。で、どこに。それでしたら場所は私が知っています。アンリちゃん、どうしてここに。私も折原イザヤさんの空間接続で呼び出されたみたいです。実際に彼がこちらの世界で利用していた人たちと会ってきました。噂話と夜をモチーフにした悪夢とは都市伝説のことのようです。集団のアジトを知っていると言っていたね。教えてくれないか。今メモに地図を書くので待ってください。違う世界から来たのにもう地形を覚えたのですか。難しいことではありませんから。私にとっては記憶や計算より料理の方が苦手です。書きました。そこに儀式に使う道具と集団の残党がいると思います。ありがとう、助かるよ。私は逃げている折原イザヤさんの方を追います。あ、待ってくれ。一人で大丈夫なのか。私も一緒に。セルディ、シンラ、シンラもこっちに来ていたのか。ああ、よかった、ここにいたんだね。セルディ、ずっと探してたんだよ。観点基地の思いだよ。本当に見つかってよかった。で、話の途中だが、俺たちは何をしたらいいんだ。噂話と夜、悪夢を媒介とした魔術だからね。夜が明ければ一旦だが、おそらく効果が消えるだろう。だがこれが舞を発生する術式の可能性もある。話を聞く限り、その折原イザヤという人物なら他に厄介事を企んでいてもおかしくなさそうですね。今後術式が悪化する可能性もあります。できれば今夜中に討伐しておいた方が良いでしょう。残党と術式の道具があるというアジトの位置は分かったんだ。まずは最悪ここだけ潰せばいい。だが本音はやはり折原イザヤを確保したいところだよ。それなら
彼を知っている私たちが手伝うよ。ある程度行動がわかるからな。そうだな。またこの町に連れてこられても面倒くせえ。早く行こうぜ。待ってくれ。その前に巻き込んでしまった彼を病院に運ばないと。彼なら任せて。僕が責任を持って病院に連れてくよ。もちろん応急処置をしてね。適材適所さ。セルティは自分の役目に集中して。早く終わらせて僕らの家に帰ろう。助かる。頼んだよ、シンラ。よし、今度こそ行こうぜ。イザヤを殴り飛ばさないと気が済まねえからな。ここはどこだ？確かスーパーに買い物に行って、それから。お、神谷、目が覚めたかにゃ。土見門？なあ、一体何がどうなってるんだ？なんで俺は病院なんかに。あ、神谷、それはだな。まったくもう関わらなくていいって言ったのに、どうしてこう関わってくるのかにゃ。いや、関わってないだろ。今回は明らかに事故で巻き込まれただけだ。あそこの路地裏で派手にやってたなんて上条さん聞いてませんでしたけど。土見門から詳しい説明を受けていると思ったんだが、そうでもなかったみたいだね。ステイル？ああ、確か噂話と夜をモチーフとした悪夢を媒介に魔術を使う魔術師集団だったっけ。そっちはもう大丈夫なのか。残念ながら首謀者は逃がしてしまいましたが、アジトを抑え魔術師の集団は残らず討伐できました。術式の道具も破壊したので、もう同じことは起こらないでしょう。偶然とはいえ巻き込んでしまったのは不幸だったが、それと同時にこういうのもなんだが、事件がこの程度で済んで安心したよ。俺見ろ、神谷、ステイルも神谷が今回おとなしくしてくれて助かったって言ってるにゃ。え、今もそういう意味なの？つうか、俺は怪我して損しただけじゃねえか。とにかく今回は事件もあなたの怪我も大したことにならず良かったと思っています。もちろん治療費はこちらが持ちます。完治するまでゆっくり休んでください。噂の天才闇医者が応急処置してくれたんだぜ。ほんと運が良かったにゃ。はいはい、それは運が良かったよ。で、本当に全てが終わったのか？本当だよ。あの子を巻き込まないための嘘ではないから安心してくれていい。今回協力してくれた彼らもしっかり自分たちの世界に帰ったからね。自分たちの世界？神谷、頭が良くないんだから考える必要ないにゃ。知恵熱で入院が伸びるぜよ。余計なお世話だ。まあ終わったってんなら今さら俺が聞くこともないよ。そそ、神谷は何にも考えずしっかり治せばいいにゃ。んじゃ、俺たちは帰るぜよ。さて、俺はどうするかな。体の調子も問題ないみたいだし、もう退院できるんじゃないのか。あまり家を開けるとインデックスが。ん？ん？待てよ、俺って確か夕飯の買い物に行ったんだよな。そこで爆発に巻き込まれたってことは、やばい、やばいぞこれは。うわあ、来たー！インデックスさん、話を聞いてくれー。ねえねえ、聞いた？先日の爆発騒ぎ。知ってます。それと関係があるか分かりませんが、出たらしいですよ、自我を持つ日本刀。しかも女子高生だったらしいです。え、本当？ここで話していた噂そのまんまじゃん。こりゃあいよいよここのチャットが本格的な都市伝説になったとか。
どうも。おや、皆さんお揃いですか？お、カーナさん、みんな揃ってますよ。よかった。実は皆さんにご相談がありまして。不死身のバーテンダーってどうやったら退治できると思います？それって例の都市伝説ですよね。爆弾とかで吹き飛ばすってのはどうですか？あー、ダメです、ダメです。爆発や炎じゃ効き目なしって感じでした。いやー、ちょっとひどい目に遭っちゃいましたよ。ひどい目に遭っちゃったってなんかあったの？あ、それよりサテンドレスさん、学園都市にはすごい人たちがいるんですよね。その人たちだったら不死身のバーテンダーを退治できると思いますか？そうね、有名どころだと精神を乗っ取っちゃう人とか、どんな能力も効かない能力を持つ男とか、もしかしたらどこかに退治できる人がいるかも。へえ、すごいですね。そっちの方がよっぽど都市伝説っぽいじゃないですか。確かに。あ、でも参考になりました。今日はもう落ちますね。ありがとうございました。はーい、オツでした。そっか、こっちにはまだまだ面白い能力を持った人たちがいるんだ。まだまだデタラメな人間がいるなんて、そんなのすごく気になるじゃないか。ま、相変わらずしずちゃんもかなりデタラメだったんだけどね。とにかくもうちょっとこっちの世界で遊んでみる価値はありそうだ。まだまだ楽しめそうだよ。カンラさんの話、今日も面白かったな。もっといろんな都市伝説を聞いてみたい。お返しってわけじゃないけど、私も面白いネタ提供できるように調べておこっと。と、もうこんな時間なんだ。ウイハルとの待ち合わせに遅れちゃう。とりあえずウイハルに電話して、って、あれ、県外？こんな街中で、なんで？嘘、なんで県外なの？マジかよ、通信障害かよ。一時的な通信障害かな、珍しいな。ん？待って、じゃあなんでついさっきまでチャットできてたの？そういえば、そもそもあのサイトってどこで見つけたんだっけ？誰かから聞いた？まあいいか、ウイハル待たせちゃうし急がなきゃね。